はい、どうも、皆さんこんばんは、バシュイチュンジでございます。はい、ということで本日なんですけど、その実況プレイヤーでいこうかなと思うんですけれども、今回やるのはこちらです。ということで、ミューズのマスターですね、これからということで、ついにこの曲のマスターも出てきてしまいましたが、なんか、ミューズのさ、マスターの楽曲の配信の順番がよくわからないっていうね。なんかもうこれから出たから、配信っていうかまあ、マスターの今後配信されるのかってなった時に、まあ、これで終わりじゃないと思うんですけれども、多分ね、まあ、いろいろなんかやってたり、出てますけれども、このビビとかもさ、冬がくれた予感というか、秋のあなたの空遠くとかもね、つい最近出てきましたし、ね。だからまあ、多分、まあなんかよくわからんけど、ね、順番が。まあね、今日はね、あれです。まああれですけれども、もう今回はこちら、これからをプレイしていこうかなと思います。さて、まあね、この動画がいつ頃上がってるかわかりませんが、まあおそらく8月の22とか23あたりですかね、には出したいかなというふうに思ってますが。で、メンバーは、はい、こちらですね。ミューズということで、まあ、ね、こちらのメンバーでやっていこうかなと思います。はい、ということで、もう早速やっていきましょう。それでは、お聴きください。ミューズで、これから。いやね、こちらの曲はね、ラブライブザスクールアイドルムービーの、ブルーレイ特装限定版の特典ね。ではありましたが。いや、なんか、ミューズがね、もう終わっちゃうっていう風になっていたら、これからって曲が出ましたけれども、まあね、ミューズの活動としては一旦終わったけど、まあこれからもね、よろしくねというか、まだまだこれからなんだよっていうのを言ってるのかなとか思ったり、そういう意味がね、歌詞にも込められてたりするのかなとは思ったりはしますけどね。まあ、ラブライブシリーズはね、今はミューズからアクアに変わって、虹ヶ崎がね、また加わるっていう形になってきたんで、まあ、ラブライブシリーズはまだまだこれからっていうのも意味がね、込められてるのかもしれませんね。はい、ということで、フルコンの方させていただきました。ありがとうございます。まあ、特技ありではありましたがね。いや、いい曲だよね、本当に。この、おとなしい感じというか、その、まあ、これからの未来に向けての歌というかね。まあ、なんか、すごいいろいろ意味はこもっていると思いますが、込められていると思いますが。はい、まあ、こういう、はい。いやー、よかった。いい曲だよな、本当にもう何回聴いてもね。はい、ということで、おい、はい、ということで、まあ今回はね、まあ映画の特装限定版の特典でありました、これからのね、マスター、こちらをね、初見プレイということでやっていきましたが、いかがだったでしょうか。いや、まあね、あのミューズがね、ファイナル終わってからもう3年経とうと経ちましたね。いや、まだまだ、もうつい最近の感謝祭でもね、空丸とルッチーと、みんな出てきてくれましたし、まあね、ミューズとしての活動はね、一旦、まあ、ライブとかも気がついたんですけれども、またね、まあ、そのね、
尽くす、いや尽くす新情報で、あの新しくイベント、あのおさぼらにね、ミューズが予定されてたりね、ああいう風にイベントとかでミューズのメンバーが出てきてくれるっていうことではまだね、なんだろう、終わりが見えないというかね、そんな気はします。いつまでもだったらしいですね、続いていきそうなっていう感じですね。はい、なんかうまいこと言えませんがはい、ちょっとね、まあ曲出されてしまいましたが、まあね、そんな感じですかね。はい、ということで本日ね、動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました、この動画良かったらぜひ高評価の方を教えてください。はい、ということで次回の動画でお会いしましょう。バンシュー、チェンジでした。またね、バイバーイ。